今日です。今日は風が強いです。北風ですかね。前からビュービュー吹いてます。でもこんな言葉があります。知ってるでしょうか。北風が吹けば吹くほど上がるタコ。こんな言葉があるんです。冷たい北風ですが、それが吹けば吹くほど、強くなれば強くなるほど、そのタコはぐん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 大空へ高く高くと上がっていくんですよね。反対にこんな言葉もありますね。こっちは今向かい風なんですが、逆を向くと追い風に変わります。どちらを向くかによって向かい風追い風は変わるんだって、そんなことなんですよね。言葉一つでいろんな捉え方ができると思います。僕は毎朝ランニングをしてます。ランニングをするから、ね、靴の底どん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 すり減ってます。前へ前へ進んでもすり減っていきます。ところがその場でじーっと足踏みをしていても靴の底は減るんです。あなたはどっちですかってことなんですよね。ちょうどここに杭が刺さっていますね。出る杭は打たれるって言いますよね。ちょうどいい具合の時は打たれないんですが、少しジョボッと出ているとえいえいって打たれてしまうんです。ところが出過ぎた杭っていうのは不思議なことにみんな打たなくなるんですよね。どうせなら出過ぎた杭だろう。そしてもっと言えば、出過ぎた杭がぐん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 伸びて大きく大きくなると、そこへ向かって進んでいくという誰かの目標にもなってしまうんですよね。わかりますか。出過ぎた時、あなたのそれは誰かの目標になるんです。そしてもっと言うと、出ない杭は朽ちると言われています。腐ってしまうんです。その場でずっと同じ場所にいたら、その杭はぐん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 腐っていきます。出なくても腐るんですよね。こんな時、今北風がビュービュー吹いています。今あなたの杭が出る時かもしれません。その時あなたはどこを向くのか、そしてその場で足踏みをするのか、ね、どん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 前へ進んでいくのか、それはあなたの見方一つでぐん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 変わります。見てくださいよ、忘れないでください。空はいつもすすめの青。こんな風に僕たちにメッセージくれてます。フカキョのね、 YouTube チャンネル、チャンネル登録をしてくれたら、毎日こんな風にね、大事なメッセージを僕が届けていきますので、ぜひチャンネル登録お願いしたいです。それでは今日も素敵な一日に。フカキョでした。